タイからですね戻ってきたところなんですけども、またですね福岡の方に飛びます。非常にワクワクしています。またカメラで、カメラ散歩とかしたいと思いますので、見ていただければ嬉しいです。では行ってきます。おしゃれなカフェですね。ベンツのカフェでしょうか、ベンツのショップと併設してますね。はい、今日の方でもいつも最近出張の時は一緒なんですけども、レザージャケットにセーター、そしてスキニーパンツですね。シューズもいつもの形ですね。そしてカバンはベンツの前ですけども、ポルシェのリモアですね。そしていつものバッグに、MacBook Pro が入っています。スーツケースをゲットです。まずちょっと食事をいただきたいと思います。はい、お昼を取りまして、今からですねこのバスで小倉まで行きたいと思います。まだ東京よりは暖かいですね。前回は止まったので同じですね。外はどうでしょうか。こういう感じですね。うん、やはり山が近いといいですよね。前回と部屋は逆ですね。こちらとはちょっと違いましたね、風景が。ではちょっと散歩に行ってきます。はい、今からですねちょっと、散歩と買い出しに行っていきたいと思います。
印良品でちょっといろいろなものを描いて、小物ですね、おしゃれ小物を描いたいと思います。はい、買い出しを終えて、外に出てました。このぐらいの時間は非常に心地よいですよね。空もうっすらと明るくて、そして夜の街が始まりますね。では今から食事に行きたいと思います。はい、会場のセッティングがもうすぐ終わります。結構今ですね、10時10分ですね。明日明後日と、展示会を行います。ではまた次の動画でお会いしましょう。